まず習ってない言葉が出てくることが不思議よね。そう、結構想像力があるのかもしれない。さあ行きましょう。はい、行きますよ。それでは実際より浅く見える。これ言葉は屈折なんやけど、ただこうやったっちゃ力つかんたい。これ底辺やね、折るっていうのはね、底辺やないと気をつけて。でさ、例えばね、ここに物体があるわけ。で、こいつが取ろうと思ってしたら意外と深いところにあるよ。で、これ浮いて見えるんやけど、これが本物の場所ね。で、ここに浮くとしますね。じゃあ、この時光がどう進んだかっていうと、実はこう進んでるんです。こう進んでるんです。はい、イラストを描いてください。曲がるんですよ。ですか。はい、絵を描きましょう。空いてるとこでいいです。ですね。いや、やっぱその理科は本当に真剣にやらないかな。ちょっともうちょっと力をつけてもらわないか。こっちが小さくてこっちが大きいって話をしたことを覚えてます？こっちが空気ですね。こっちが水です。なんで物体がこう浮かんで見えるか、浅いところに見えるかという理由がこれなんですよ。こっから出た光はここで曲がるんです。これが屈折なんです。なんで浅いところに見えるか、これが屈折なんですね。こっちからこういうふうに目に光が入ってくるわけです。ところで、はい、これはまっすぐここにあるように見える。ここから光がまっすぐ出てきたように見えるんですよ。だからこれが上に浮いて見える。だって光がこう曲がってきようように見えるでしょ。こう見えるわけないじゃん。光ってまっすぐ来てるように見えるわけですね。だから本当はこれ曲がったけど、これがまっすぐここから光が出てるように見えるので、この物体がここに浮いて見えますよということでした。ですか。はい、じゃあその次です。ですね。スクリーンの位置を表したものであるんですね。はい、これは実際に書けばいいですね。書けばいいです。ろうそくと同じ大きさの、はい、同じ大きさっていうところマーカーで塗ってください。同じ大きさですか。同じ大きさっていうところマーカーで塗ってください。焦点距離の何倍のところに置いたですか。置いたときですか。ですよね。ありがとう、ありがとう。ですか。同じ大きさの像が見えるというときは、焦点距離の2倍のところに物体を置いたときなんですよ、ということですね。じゃあ、今物体が何個のところに置いてあるか、メモリを数えてください。何メモリのところですか。ここから数えるんですよ、物体のところ。4つ。あ、違う。いや、もっとあれですよね。あ、6。あ、違う。1、2、3、4、5、6。6ですか。6。6やね。1、2、3、4、5。数えると小学生でできるっちゃき？頑張り。もう中学2年になるじゃん。6なんや。で、1個が4センチやき。こっからここまで何センチ？1個4センチ。あ？それでね、4センチが6メモリあるけん、何センチ？はい、この24センチって書いてください。いいですか。できないかよ、本当に。あります。もう一回言いますよ。焦点距離の2倍のところに置いたときに、同じ大きさの像ができると、もう常識中の常識で一番大事なところなんですよ。ということは、これが焦点距離の2倍ってことでしょ。じゃあ焦点距離はこれをどうしたらいいと。2で割ればいいでしょ。できた人どんくらいますか、これ。考えなさい。悪いをし忘れた。こんくらい頭が良さそうな人たちが、なんでこれができるんですかね。まず2倍値の覚えてなかった？同じ大きさ。覚えちゃったけど、なんでできると？割にをし忘れた。それはだって、これが焦点距離なわけないっしょ、まず。実は焦点距離の時、そこらに像を置いたらどうなると思いますか？焦点のところに像を置いちょた。うど焦点のところに像を置いたら、反対のやつが像できない。できない。実像も虚像もどっちもできない。実は。光が平行にこう進むみたいな感じ。こっちに戻してもこっちに行っても光が立ち上がる。ですね。じゃあ行きましょう。とにかく24を2で割ればいいですよっていうことです。ですか？
これからは取らないかんところはね、絶対取らないかん。落としたらダメです。です。で、次ですね。P の位置に置いてってことでした。だから、P の位置はここにあるんですよ。今ね、物体がここに置いてあって、P って手前にあるよね。だからこれにちょっと P とか書いてあるわけ。ね。だから、これを近づけたら、物体を近づけたら、スクリーンは遠ざけるんです。いいですか。こんな関係になってます。ちょっと見寄ってくださいね。今ここに物体があって、ここにスクリーンで像が映っているとしますね、これね。でこれをいいですか、場面で見えにくい、これを近づけたらスクリーン遠ざかる。じゃあ逆にこれを遠ざけたらスクリーン近づけたところに焦点がちょうど合う、像ができる。この関係だけ覚えておきたいです。物体を近づけたらスクリーンは遠ざける。はい、答えは遠ざける。ね、で遠ざけたときに、像は大きくなる。ですか。それをセットで覚えておいてください。遠ざけたら像は大きくなります。ね。はい、その次、音の高さは何によって決まるか、振動数でした。振動数の単位は何でしたか ？Hz。Hz。あ、振動数の単位は H。ヘルツ。聞いたことないですか？ヘルツ。振動数の単位はヘルツです。はい、次。860m 離れた場所に打ち上げられた花火の光が見えるのが 2.5 秒。これ、小学生でもできますよ。式は。ですか？速さは道のりある時間でしょ？だから860ある2.5秒。860ある2.5秒。ね、860m を 2.5 で割ってくださいってことですね。ね、実際に計算してください。小数点1個こっちずらして、これ1個こっち側にずらしましょうということになりますね。で、これは344になりました。答え的には実際にね、あとできた人、はい、ありがとうございます。で、常識を言います。常識、これ温度によって変わるんですよ。実は15度の時って普通言われてるんですけど、音速は 340m です。音速は 340m。 音速は 340m。 だからここからちゃんと計算したけどね、計算したけど、これに近い値になるはずだっていうのが常識だって言ったんですか。大きく外れてこれ600になりましたとか200ですとかがないということです。実験だからちょっとの誤差はあるよね。けど音速 340m が常識です。はい、ラスト2問いきましょう。ですか。一辺20センチの立方体の形をした12キロの物体を机の上に置いたとき、物体が机に及ぶ圧力は何パスカルかという話で、これはある意味で学校と違う教え方したんよ。いいですか。そうかもね。たまがしとにかく授業ができると、やっぱりずっとしばらく黙ってたら、それが勉強よ。ですか。もう気になってたまらん、こっちが、こっちが。先輩ですよ。たまに後輩ですよ。お前がな。どうしよう。いい感じになってください。12kg をまずニュートンに直しましょう。はい、何倍したらいいって言いましたか。100?120。 10倍するのよかったろ。キログラムをニュートンに直すのね。で、圧力を計算するときは平方センチで割りなさいって言ったと。学校のやり方と違うけど、俺はいいですか、37年間授業したの、してきてるの、教えてるの。で、みんなができるだけ分かりやすい方法にたどり着いた。これをメーターに直しなさいって学校は言うけど、俺はそれはしない。小数点かけたりしたらめんどくさい、理由は。で、またそれで終わらないから。
ですね。だから、整数のまま、これ、一辺かけ一辺で400でしょ。400でしょ。だから、ニュートンを400で割ればいいわけ。たったこれぐらいはできるっしょ。できますよ。120を400で割ればいいわけ。だから 0.3 でしょ。いいですか。 0.3 単位はニュートン毎平方センチなんね。これをニュートン毎平方メーターに直したらパスカルになるわけでしょ。その時どうすればいいって教えますか。1番をかければ1だろ。理由も言うたやろ。理由言うたやろ。1メーターは100センチやからね、100×100 で1平方メーターは1万平方センチメーターになるやろって言ったんや。だから1センチ真四角を1万個こう集めると 1メーター真四角にならんわけよ。でもこれの方が絶対俺は計算しやすいと思う。小数点を右に4つずらすだけで答えが早いんやろ。これじゃあ普通の教え方しようか。 0.2m に直さないかったよね。 0.2m 直さないか 0.04 とかせないか。でこれを 120N を 0.04 で割らないか。まずここでミスったりするわけよ。 1m が 100cm のところを位より間違えましたとか、小数点ずらすの間違えました、小数点同士の掛け算をつい 0.4 にしてしまいましたとか、間違いが起こりやすい。だって400のが楽じゃん、とりあえず。で、最後に0を4つずらせばいいわけです。ね。だから、答えは3000になります。ニュートン毎平方メーター、つまりこいつがパスカルさんそのものです。ね。はい、3000できた人。うちレベル低すぎない。どこの塾ですか、今こと。塾の名前教えてください、本当。俺これでしっかり教えたくちゃき。いいですか。キログラムをニュートンに直して、そして平方センチで割って、あと最後に1万をかけたら終わりなんですね。なんで圧力が難しかろうかって思いますよ。圧力はニュートンを平方センチで割る、これが基本なんです。そして最後はパスカルで最近問題出るけどね、これをパスカルに直すときに1万をかけるだけというわけです、ね。はい、というだけです。2段階ですね。まずニュートン平方センチで割って、で1万をかけてくださいということです。いいですか。はい、ラストラスト。最後過去11番の対応いきます。ラスト、僕と同じ、図の物体をニュートンはかりにつけて、図さんのように水にしていることをニュートンはかりで80ニュートンを示した。ね、物体に働いた浮力は何ニュートンでしょうか。もう俺これニュートンはかりを知らんけど、僕と同じ図2の物体、図2の物体中のは12キログラムか。ニュートン測り、あ、バネ測りみたいなもんですかね。ですかね。あ、それやったらわかります。それやったらわかります。はい。わかりました。わかりました。ですね、浮力を見つけるんですかね。浮力を見つけるんですって。ですね。はいはい。あ、もうわかります。わかります。そこの図いきましょう。まず、まあ、ニュートン測り、バネ測りって考えたらいいんで、バネ測りの読みが80ニュートンなんですよ。で、こいつ重力がさっき計算した120ニュートンなんですよ。ね、12キログラムでしょ。12キログラムは重力、こいつが重力なんですよ。重力は別の言い方すると空気中の重さです。空気中の重さ でこのバネ測りの値は水中の重さです。だって水の中に入っちゃうでしょ、これ。水の中に入っちゃうよ。だから当然浮力は働いちゃうはずよね。
で水中の重さなんですよ。水の中に全部浸かろうとちょっとしか浸かってなかろうと浮力は働きます。ですか。もっとぶっちゃけて言うと浮力は水中の体積に等しい。これちょっと今回の問題では使わないんだけど、これ一般常識として覚えておいてほしいのは、浮力は水中の体積に等しい。浮力は水中の体積に等しい。ですね。まあでも今回は使えません。まず120ニュートンの重りは重力が120ニュートンなんです。つまり空気中の重さが120ニュートンです。でこのバネ測りが80ニュートンですかということで、じゃあこれは水中の重さですよということです。で浮力は空気中の重さから水中の重さを引いたのが浮力。もともと120ニュートンあったのに80ニュートンしかないんですよ。みんなあのなんかテキストどうぞ使っていいよ。はい、本当に本当ですよ。いいですか。テキスト開いてからなんか勉強したらいいな。暇なんでしょ。スリップも入るでしょ。自分で来て勉強する暇しられたら暇ですよ。その時期はダメです。そういうことがないですから難しいっしょ。なるほど。宿題しといいやん。僕も数学とか英語とか例えばそういうことはなかったらよ。今は国語と社会で開きましょう。じゃあ浮力は、ごめんね、120から80引いて40、これが浮力になる。最後に浮力は空気中の重さ、水中の重さ。だってどれだけ軽くなったかでしょ。これ偉そうな式やけど全然大丈夫だよ。いくら軽くなったか浮力でしょ。じゃあいくら軽くなったか、重い方から軽くなった方を引いたらいいでしょ。そうや。そしたら40軽くなりましたっていうことです。ね。いや、これね、ちょっとみんなの見て回りよってね、ちょっとチラチラってやけど、前の大変な人たち。間違いすぎば。間違いすぎ。はい。これが簡単な、こちらの問題を全問正解に持ってくれるぐらい、しっかり勉強しましょう。ですか。ね。で、あの、あんまり出したらいかんとやけど、これ実はね、3年生が使えるよ。これが出せない。これ1、2年の総復習値が出ちゃって、でこれなんで新しい買わせられないとか、1年の復習値がなかったと。1、2年の総復習しかなかったけん、これやったら2年生のところまであるけどさ、わけわからないな。半分しかないとかね、書けるとか。だけど、こんなの来たらちゃんとコピーしてあげますので、勉強しやすくしていきますから、よろしくお願いします。ね。はい、じゃあ、すいません。じゃあね、みんなには宿題を先に渡していきます。いいか。じゃあ、事実は事実だよ。はい、じゃあこれ先に名前を先に名前を。
名前を変えてくださいと言ってたんですか。はい、はい、お、いいか。はい、そうです。あ、状態変化どこです。これ得意。3月1日で先に学校のクラス書いて名前を書いておいてくださいね。ですか。で、さっきの答えをさっき教えたように、あ、これ言いませんでした。宿題、宿題。で、さっき言ったようにさ、こことここ、これが見えないですよ。で、裏側も同じですよ。ここが1ミリでこっち見えないなってますから、これの答えもちゃんと裏側にありますので、そうやって丸付けをつけてくださいね。いいですか。はい、さあ、ではテキストの方を進めていきましょう。ですね、進みましたね。2年生の、もう私たちも2年生ですね、新2年生。お、はい、2年生ですね。英語いきます、英語。1回の授業で1講座ずつ行ってるので、1回の授業で1講座ずつ行ってるので、今日は3のところです。現在進行形ですね。現在進行形。あ、ING。そうそう、ING ですね。得意得意。はい。そうだね。ING の付け方です。いいですか。大好き。行きましょうね。10番見てください。10ページを見てください。10ページです。10ページ。その現在進行形だ。そうだ。行きましょう。私は今、ラジオを聞いています。ラジオを聞くっていうのは、どういう表現ですか。スピード。あ、違う。リズム。聞く、リスニング。そう、じゃあリスンに ING をつけます。はい、どうぞ。スペルを考えて書いてください。で、ちなみにね、ノートを用意しとって間違えたらすぐ練習できるように準備をしてみてください。自学プリントやったら自学プリントでもいいです。はい、リスニング書きました。リスンに ING をつけてくださいよ。Listen to the radio, listen to the music、ね、さあ行きましょう。 Listen と書いて ING、 これが Listen、 Listen、 ね、 Listen、 で ING をつけるだけでいいです。はい、スペルできた人、はい、間違えた人はダッシュで3回か5回、はい、Listen、 Listen、 そうやね。ですか。I am listening to the radio now. 私は今ラジオを聴いています。はい、ギターを弾いています。彼女は今ギターを弾いています。はい。楽器を弾くっていうのは何を使いました？ザ。それは楽器の前がザ。あ、プレイ。プレイね。はい、プレイに ING をつけましょう。どんどん。今弾いています。わらプレイですね。はい。できたら、またつけてください。次、夢は毎日お母さんの手伝いをしています。 Everyday 毎日。これは進行形じゃないです。今だったら進行形でしょ。今手伝っています。現在進行形。毎日一日中ずっと24時間手伝ってもらうんでしょ。もし Everyday で ING つけたら他に何もしてないでしょ。トイレもしてない、飯も食ってない、でもお母さんの手伝ってもらうんでしょ。進行形ね、ありえんでしょ、ね、じゃあ、手伝います。何ですか、手伝って頼むわ。ヘルプス、手伝いをしています。ヘルプス、マザーエブリデイ。次、DVD をたくさん持っています。持っています。何ですか。ハズです。ハズですね。はい。わざと書きましょう。ハブに3単元ですとつけたらダメですよって解除できます。ハブズって言ったやつおったりね。ハブズ。どうした。いや、S つけましたけど。まだ気づいてなかったしね。はい、ハズです。次。学校へ行くところです。行くは何ですか。 Go。 はい、ING をつけましょう。 We are going to school now、ね、次、
欲しがっています。欲しがっていますはもちろん want ですけど、実はこれに進行形ないんです。進行形っていうのは動作でしかないと。欲しがるっていう動作してください。無理っしょ。動作がないの、欲しがる。ね。いいですか？つまり、ここでポイントは、進行形は動作にしかないというのを、今聞いたのをメモるんです。進行形は動作、例えば走るとか、それしかないですよ。例えばね、実はこれレベル高い話しましょう。ご飯を食べてるっていうハブがあるやん。食事を取るっていうハブ。ね。それはね、進行形あるんだ。実際に食事取り置きね。でも、家に本をたくさん持っています。動作ですか？普通にいっぱい家にたくさん本持ってますよとか。動作じゃないでしょ？本当に持ってる動作やったら ING つけていいけど、家に本があるよっていうハブは動作じゃない。状態っていう、実は。状態は進行形ないんです。ですか？だからどっかでハビングを見たき、ハビングにしたらいいっていうことはいつもは成り立ちません。ですね。家に本を持ってるっていう時は本当に物を持ってるわけじゃないから ING をつけないでください。だからこれも一緒です。ボーツも欲しがってるっていうのはですね、動作じゃないわけ。気持ちを表す動詞ですから進行形がないわけです。だから3択目をつけてください。テレビを見るっていうのは動作ありますか？あります？すよね。すよね。テレビを見るっていうのは動作よね。こうしたりこうしたりして見てますよね。はい、だから、they are watching. 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 さあ、watching 変えてみましょう。they are watching. ですね。they are watching です。それはウォッチングです。指回しね。はい、その次。本を読んでいます。はい、まず動詞はどれですか、皆さん。動詞。2番です。動詞はどれですか。read。read ね。read マーカーで言ってください。これを今本を読んでいますに変えなさいということなんで。だけ、それはもちろんいいんだけど。be 動詞がいるよ。進行現在進行形は B 動詞プラス ING なんで、はい、あのですほら、そこがいかんちゅう、B 動詞がいるとった。 B 動詞は何ですか？ B 動詞、 I の時の B 動詞は何ですか？ I am。 現在進行形は B 動詞プラス ING なんですよ。リーディングだけ言ったらダメです。 I リーディングとか全然ないですよ。私は読んでいます。 I am reading。 なるほど。はい、日本語の意味は何ですか？私は今本を読んでいます。そうそう、私は今本を読んでいます。私は今本を読んでいます。はい、同じ要領でさあどうぞ。 B 動詞を考えて ING をつける。動詞がどれかを探して B 動詞を考える。 B 動詞を考えますか？こっちに気をしてます。スピードスピード、まず B 動詞を考える。B 動詞を考える。 B 動詞、 B 動詞って They are。 They are。 そうでしょ、3つしかないチェックさね。まずあのは絶対ないチェック。 Is かあしかないから。ゼってどういう意味？ゼイ。ゼイ。ゼイは。ほら、そこが弱い。そこが弱い。ヒーはなぜ？ヒーは。ヒーはからですよ、ヒー。ヒーからですよ。そうでしょ？シー。シー。遅い、遅い。ヒー。ヒー、彼。はい。シーと見せかけてゼイ。ゼイ。彼らはな。彼らは。そうそう。複数やけん、ああなんですね。はい、they are swimming。 they are swimming。 they are swimming。 they are swimming。
沖縄、マーリンですね。今沖縄で泳いでいます。彼らは今沖縄で泳いでいます。やだね。彼らは今沖縄で泳いでいます。They are swimming in 沖縄、マーリン。彼らは今沖縄で泳いでいます。はい、いいですか。本次です。はい、動詞はどれでしょう。クックス。クックは料理するって意味ですね。まあ、食事を作るでもいいんですよ。はい、まず B 動詞見つけます。B 動詞は何ですか。前マザーの時は。前マザーの時の B 動詞は。マイマザー。マイマザーの時の B 動詞は。イズよね。イズ。はい、イズ。イズ。そしてクックに S をつけます。何ですか。クッキング。それあんたは今3単元の S をつけたい。ね。あ、ごめん。俺が S をつけますって言ってしまった。ごめん。ING をつけますです。ごめんなさい。イズ。クッキング。はい、これが正解。3単元の S を外して ING をつけましょう。ですか。ING をつけましょう。次です。さあ、この単語知ってる人何人ぐらいか。あ、私の母は今、夕食を作っています。メイキング。私の母は今、夕食を作る、料理していますが、メイキング。違う違う、前、まずはその役を下に書かない感じだよね。わかる？現在進行形の形に直して、それの意味を変えてくださいっていう問題なんですよ。私の母はでしょ、今、夕食を作ってます。料理をしています。さあ、この動詞はどれですか？ 4 番の動詞はどれね。leave っていう動詞知ってる人。はい、どうぞ。出発する。家を出発する、離れる。そんな意味ね。ですか？はい。ね、俺もね、経験あるっちゃ。もう、出張で手上げて当てられたら、あっちゅう時があるんよ。大丈夫、大丈夫。もう、俺も経験があるって分かる。はい。リーブは出発する、なんで、ね。ね。で、S が消えるね。ですか？リーブは S が消えるんよ。で、E で終わってるやつを進行形にします。さあ、行きますよ。My father の時の B 動詞は何ですか？ My father の時の B 動詞は。正解。まず、My father is にして、こいつに ING をつけるとき気をつけないかんのは ?E を I に変える。そう、E を消して ING。E を I に変えるっていう E を消すと。で、ING をつける。そう。イメージは一緒やったんですね。Leaving になります。Leaving。My father is leaving home now. ですね。はい。私の父は My father. ですか。日本語の訳いいですか。大丈夫ですか。集中してますか。大丈夫ですか。私の父は Now. 今。Leaving home. そう、家を出発するところです。まあ、模範解答は家を出るところですとなってますけど、別にいいです。家を出発するところです。家を出るところです。ですね。次。はい。否定文にするときは何をつけたらいいですか？ not をつけたらいいですね。どこにつけたらいいですか？うん。B 動詞の後よね。B 動詞の後つけたらいいです。だから、これどういう意味かというと、私はサラ、ね。サラを待っていますっていうのはこの文章内。私はサラを待っていません。なので、I'm の後ろに not をつけるだけです。もうめっちゃ簡単です。B 動詞の後ろに not をつけたい。ね。I'm not waiting.I'm not waiting. For. ね、I'm not waiting for. さあ。はい、その次です。否定文にしなさい。is not にするには、あ、してもいいよ、is not に。でも普通は短縮形で何ですか？ isn't よね。
지금도내린밤에는降っていない雪降ったらびっくりしたね。もう真っ赤じゃねえと思うんだけど。その向かって言うこと、真っ赤じゃねえお前。もう3月どうか。何間違えちゃうかって言おうとしましたけど、寒かったです。自然では勝ちません。It isn't raining. ね、今、雨が降っていません。次です。疑問文にするとき、B 動詞があったら、この前間違えた人が多かったですよ。こんな簡単なことを、B 動詞をどこに持ってくるんですか？前に持ってくるよね。お前間違えちゃった人、大丈夫ですか？成長してくださいよ。だから、they are が何になるんですか？ああ、they にすればいいよね。are を前に持っていくだけでいいですよ。are they dancing over there?over there って知ってる人。もう今度は天気大丈夫。今度はでも絶対間違いちっちゃうけど。オーバーゼアはどういう意味？向こう。あら向こう。向こう。そう、向こうでです。オーバーゼア、向こうで。オーバーゼア、向こうで。ね。はい、練習しましょう。まず練習しましょう。いいですか？ちょっと学校とかでね、指南とか出てきたら、友達がぼーっとしたり話をしる間に自分は練習する。ですね。ひたすら練習。ちょっと新年度、4月からですね、考えていくことがありまして、英検ちょっと考えようかなと思ってるんですね。英検違うの？英語検定試験っていうのがあってですね。実は数学検定試験もあるんですよ。数検。数検もあるんですよ。数検の方がいい。今。どっちが苦手？英語。だけ英語じゃないこれ、あんたアメリカ人やったらよかった。アメリカ人は得意なのをバンバン伸ばして、それでなんとかなるんやけど。日本はね、苦手なのをカバーしていかんと先進めるんだよね。しょうがない。じゃあ、数件でしょ。数件とか言えないね。英検はですね、実は、準一級取ったら大学の英語の試験が免除されます。受けんでいいと。その準一級をとにかく目指して、まず4級かな、まず4級かな、はい、5級ぐらいからあるんだよね、英検ってね。で、多分今のあんたたちは5級ぐらいはいけると思うんだけど、で、4級が中2で、まあ、3級まで中学校の時に取っちゃったら OK なんだね。で、高校生になって2級というふうにレベルアップして、2級の次に2級と1級の間に準1級があった、通称準1級ね。1級とかも英語で生活しようかな、無理やん。俺2級までなんとか取ったけど、俺の時代準1級はなくて、2級と1級なんか声離れちゃって、で1級とかいうのは試験がどうかっていうと、なんか例えばなんとかについてね、今のなんとかの問題について、例えばいじめ問題について英語でトーキングしてください。無理やし、いじめ単語知らんし、大変やで。まあ、それをパネルディスカッションしてどんどん採点される。まあ、でも日頃英語で生活しようかな、無理やろ、1級とか。ね、はい、でも11までね、俺の教え子で今年近畿の数得で一番やったり11取りましたんで、もう試験免除です。免除かっこよくないですか？一人だけ英語ないですよ。じゃあみんな頑張って免除って帰れるんですよ。いいな、ね、だからその上で努力してまでいかんけどね。まあ英検今年考えてますんで一緒に頑張りましょうね。ですね。はい、じゃあその次いきます。いいですか？ですね。Are they dancing with you? って言ったでしょ？ Yes, they are. No, they aren't. ですよ。They aren't. じゃあその次、疑問文にしなさい。はい。先週間違えた人頑張れ。まず、B 動詞あるかないか。4番、B 動詞？ありますよね。はい、あるよね。何？is。はい、それを文頭に持ってくる。文頭は大文字ですよ。文頭大文字です。いいですか？グー持ってきたらこれにせねえかんすよ。ね、さっき、こうなってたんですよ。気をつけてくださいよ。
俺しつこい気でちょっと間違い見つけたらチクチクいきますからね。はい、いいですか。じゃあ伊豆を前に持ってきて大文字に変えてください。シスターでランニングね、ランニングそのまま、ただ伊豆が前に出るだけ、あと順番変わらなくていいですか。はい、じゃあ4番いきましょう。4番まず4番これ二重丸してください。4番二重丸ですね。で、福とによく出るって書いてくださいね。福と受ける人は福とによく出ますね。いいですか。で、友達にばったり会いました。で、その時みんながよく使う言葉に南四音って言葉ありますよね。南四音をちょっと、標準語で直すと何ですか。何をしてるの。そうそう、あなたは今何をしてますか。これベースなんですよ。そうです。あぶちゃん、あぶちゃんぐらい、よし、じゃあ今ちょっと地獄の川がよぎゅっとして今落ちかけようとしてこうなんかね、いいですか。はい、何しようを英語で言ったら何ですか。そう、 What are you doing now? もうこれが基本中の基本です。 What are you doing now? あ、そう、何しようとでしょ、これ分かりやすく言うと今何しようみたいな感じですね。はい。ですね。はい。だから東京の人はね、ナイスシュートと間違えてね、ナッシュ、ナッシュ、ナッシュと。福岡の離れたら分からないけど、え、誰かシュートしたみたいな。ナッシュと、ナッシュと。方言怖いね。はい。ナッシュと聞こえるね。じゃあ、これ、You are making ですね。You are making a table ですよ。で、何を作ってるか分かりませんっていう話なわけ。いいですか？今ここにはテーブルを作ってるって書いてあるでしょ？でもこれを聞くっていうことは何を作ってるか分からんけん。はい、テーブルを何に書き換えないか？何を作ってますか、ゆき？何を作ってますか？何っていうのは何ですか？そう。ね、テーブルを消してください。テーブルを消して上にコアットと書いて、で、これを文の前に持ってくるわけです。はい、こういうふうに矢印を書いてください。これで福とがクリアできます。What are you making? これです。What are you making? わかった？いいですか？ね、You are making を疑問文にしたら Are you making でしょ？ね。で、まず問題の意味がわからない人がおったったよね。今何を作ってるかわからないっていう話なんで。ですか？だからテーブルを What に変えて What are you making? あなたは何を作っていますか？ということです。そういうふうにすればいいです。じゃあ In the park っていうのは、パークは場所を表します。場所を表すのは何に変えたらいいですか？ Where ですね。はい。In the park を Where にしてください。今回練習したよね。OW1H とか言って。Where ですね、Where。Where。In the park の上に Where と書いてください。で、これを文のも、一番先頭、文頭に持っていきます。そして B 動詞入れ替えます。はい、いきますよ。Where are the boys playing soccer? どこで男の子たちはサッカーをしていますか ?Where are the boys playing soccer?Where are the boys playing soccer? ですか ?Where are the boys playing soccer? ね、どこで男の子たちはサッカーをしていますか？です。はい。私のディクショナリーって知ってる人、私のディクショナリー。辞書。辞書ね。じゃあ、この前を何に変えたらいいかっていう、誰の辞書かわからんってことでしょ？ね。だから、誰のっていうのは Who's ですね。そうそう。いいですか？もうこれができたらもう服とバンバンできるんで、点取れるんで、ディクショナリー。これの上に、これ消して、フーズって書いてください。誰のですか？フーが誰？フーズは誰の？で、これセットにしてね、これセットにして文の前に持っていってください。これをセットにして文の前に持っていってください。ですか？大丈夫ですか？とりあえずディクショナリーにして矢印を前に持っていってください。で、入れ替えますよ。
You are を何すればいいと Are you? そう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 。もう一回言うよ。前を消して Who's に変えて文の一番前に持ってきます。Who's dictionary are you using? Who's dictionary are you using? 次、私の兄が今テレビを見ています。ね。じゃあ、誰が見ているんですかに変えたいと思う。いいですか？だから、マイブラザーをフーに変えるだけでいいです。マイブラザーをフーに変えるだけ。Who is watching TV now? もうこれは、is を入れ替える必要がないんです。例えばさ、普通の文章はさ、普通の文章は、この is を前に持ってくるやん。こう。is を前に持ってくるやん。ね？いいですか？でもこれを誰がテレビで見ようかわからんけん、風に変えるわけよ。ただ、ハートのエースとスペードのエース、日本一と世界一、ただ世界一が強いき、ハートのエースはスペードのエースに負けるわけ。例えば。つまり、風は文の一番最初に置けっちゅうのが原則やき、伊豆が文頭に来るより、こいつが文の前に来るっちゅうのが強いよ。だから、伊豆が風を追い越すことができない。伊豆風っちゅうことができない。ですか。時はそのまま風に出す。ですね。大丈夫ですか。はい、じゃあ、宿題通達しておりますので、ゲームの2枚目を出してください。あ、3枚目、第3回。ゲームの3回を切りましょう。ゲームの3回を切りましょう。問題集の方向で。ですね。ゲームの3回を切り取ってください。はい、で、日付ね、今日の日付と名前を先に書いてください。日付とプラスの名前を先に書いてください。そうだ、気がしたっちゃう。ほっとしたらこっちで無理そうやったら、こっちからでも行ってよかったかもしれないですね。これがお手本です。行くぞ。はい、終了しました。ドーナツを見せて。おお。裏をテープで止めた。はい、じゃあ時間も英語も来ましたので、数学あと1個ね、宿題を出して終わりです。はい。授業、すげえ驚くね。数学あるやろ、学校で授業。すごい。すごい、課長に来たの。そうなんです。でも、そうなんです。はい、数学を出してください。あら、そういうことも俺のやつがない場合。ちょっと、英語で。問題どうしよう。紫ね。はい、で、第3回ですね。第3回です。一次方程式。文章問題もありますので、頑張ってしてください。はい、あ、来た。第3回。とにかくね、1日1回ずつやりきりな。だけん、あさっては第何回ですか。そうそうそう。ね。そういうふうになってますので、やってた時は第何回か分かるようになります。いいですね。はい、じゃあ皆さん、気合入れて、はい、それを、あ、そうそう、そういうふうに名前を先に書いておいてくださいね。そうですね。じゃあ、ちょっとずつできるとこを増やしていきましょう。いいですか。頑張ってしていってください。ね。
もう一番驚いたのは、B 同士の日本語の時に、椅子が前に来てないっていうのは、あれは普通授業を受けたらできないからですね。そこまでみんな頭悪くないんで、絶対賢いんで、しっかりできるようにしていきましょう。はい、じゃあ終わります。終わります。はい、よっしゃ。お疲れ様でした。全然違う。さすが新卒。2倍ぐらいの距離。確かに。え、何回？これ学校で渡してもらえますか？あ、5泊？先生、5泊らしいです。